皆さんこんばんは、吉本新喜劇藤井隆です。今日もちょっとしたお土産持ってきたぞ。プレゼントあるぞ。林原めぐみです。そして藤本彩です。そして原です。随分省略してます。ダマオです。パラです。それでいいのか。2週間2回ねんね。本気でやりやすい。本気でパラです。ダマオです。日々進化を遂げてるってことですよ。日々進化ですよ。進化系ね。縮めてんだ。もうついていけないわ。一週間早いですね。本当ですね。いや僕ね、今週楽しみでしょうがなかったんですよ。何でしょうか。あやちゃんがね、週刊プレイボーイ出てるって噂を聞いてますね。もう見たっつーの。まだ見てないっつーの。早く見たっつーの。見るっつーの。台湾でね、台湾でなんか撮影してきたっていう話があったじゃないですか。あったじゃない。ものすごい綺麗な写真ばっかりでございます。ありがとうございます。ねえ、持ってきてくれればよかった。え、何？見たかった。見たかった。あ、立ち上げて。あ、待って、あ、目の前にございます。じゃじゃんじゃじゃん。本庄まなみさん。いや、そこは、あの、素敵だけど、飛ばそう。素敵だけど、この番組的にはね。でー。やら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 かわいいらしい。緑のやつでお気に入り。緑の水着これですか。はい、みんな買ってみようね。みんな買ってくださいね。ラジオ聞きながら買いに行ける人は。そう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 。なんか個性的なポーズですね。そう、ヤドカリよ。ヤドカリどれどれ。それ右の上のこれ。これヤドカリのポーズだ。それブリッジじゃなくて、ちょっとね、でも金太郎みたいなの。あ、水着がね。はいはいはい、かわいらしい。セクシー、セクシー&キュート。こういうのって呼んでいいのかな、わからへんねんけど。なんせね、僕その、あの、なんていうんですか、文章書いてるじゃないですか。それにね、なんかあの、ちょっともう、またかわいらしくね、書いてくれてはるんですよね。止まらないしゃっくりと、大泣きの間に起きたいくつかの出来事を。まあ、ちゃんとはね、本、あの、文章、あの、出しかけ見ていただきたいんですが。そういう一文って面白いですね。面白いね。なんか空と緑だけは味方だった。なんかあやちゃんがね、その台湾でね、空港で大泣きしたと。そうですよ。ね。なんで？コーディネーターの女性コーディネーターの方とね、仲良くなって、でそのお別れの日にね、大泣きしたと。はい。嘘やろ？すべて真実です。なんで仲良くなったん？仲良くなって。すごい人だったんです。じゃあ今もじゃあメールでなんか連絡取り合ったりとか。え、あら、あやちゃん、やっちゃった。それぐらいやろ。違う、でも手紙書いたりとかね。手紙書いて、そう、台湾まで持って行ってもらったんですよ。台湾まで持って行ってもらった。メールすればいいじゃん。そう、手紙とプレゼント。あ、ちゃんと。ね、まあ手書きもいいけどね。もう絶賛発売中でございます。本庄まなみさんが表紙だよ。そうですね。買ってください。ぜひお読みください。ぜひ2冊ほど。保存版と。保存版と。で、あの途中最後のね、なんかあのアンケートみたいな。そう、藤本彩のよかったぞ。教師よかった。教師？いや、教師やってへんよ。やってなかった。間違えて間違えて。グラビアね。ぜひ次は表紙でってこう書いてくださいね。はい。はい。というわけでございますが、はい。あれですよね、あの今日は。あのほらゲストがプロが来るじゃないですか。ね、もうそこにスタンバイしてはりますよ。もう余裕ですわ。なんだかな、背筋伸びてるし。ね、話しとんねんと。早よ足出さんかい。任してもらいますよ。もう早速最初のコーナー行きましょう。はい。くじ引きオープニングテーマのコーナー。それも飛ばしたいような意気込み。プロが。え、それやんのみたいな。やるのね。あご引いております。芝居がかってる。もらすの芝居がかってるわ。そんなことない、そんなことないっていうポーズ。今日はなんかふらりと遊びに来たっていうのをね、もう全面に押し出してましたから。宣伝じゃないです。宣伝じゃないです。そんなもんありません。ね、ちょっとね、サザンフィッシュですかね。サザンフィッシュ。そうですね。ウレパラはね、毎週言ってますよ、サザンフィッシュ。サザンフィッシュって。はい。さあ、そんなわけでございますが、このコーナーは私、藤井、そして林原さん、ミキサーのニセファンファンさん、そして団長コーズさん、そしてリスナー代表の5人がテーマに沿った曲を1曲ずつリクエスト。その中から引き当てた1曲をオープニングテーマとしてかけちゃうコーナーです。で、毎回ね、テーマを、団長ですか、団長コーズさんがね、決めはるんですが、今日のテーマは夏のクラクションです。もう失笑にも程がありますよね。狭い地の範囲。何やねん、夏のクラクション。夏でいい。はい。で、もうオーダーしました。はい。じゃあ今からくじ引きをしましょうよ。じゃあ、梅パラちゃん。はい。引いてちょうだい。はい。頼むで、ほんま。先週ね、またコーズさん引きはってんで。何がほんま。あすみちゃん、頼むで。ベロン。ベロン。ベロン。まさかの。ベロン。ギャーなんで
もう踏み台から入ってる、ね、もうええってもう、ね、さ本当になんでなんかさ聞いてる人絶対作りだと思うよね。そうですよ、こんなさ全部なんか違う、毎週毎週、いや違うんですよ、ね、梅原さんマジにちゃんと普通に弾いたんですよ。そうマジに普通に弾いたんです、見てないですほら、うん、アリバイですよね。それでね先週はねもう一回弾かしたの、でも高津さんだったのね。そうやね、気持ち悪いわ。いやいや、なんかあれなんちゃうの、あのほらあの人のなんか汗とかついて寝ちゃってる粘着テープがついてる、粘着テープ粘着質なじゃないの、なんかこう変な体液ついてんじゃないの緑色なのもう嫌やわ。でもまあもういい、もうかけようよ、かけようも素直にもうね、嫌がるのもなんだ、はい、じゃあ紹介してくれ。じゃあ、はい、もちろん団長のリクエストね。はい、団長のリクエストで、山下達郎でさよなら夏の日。あー、幸先悪いわはい、山下達郎さんで、いい曲でした、夏のクラクション、ね、奥様のアルバムが大売れ売れ売れ、おうれうれ、そうですよね、そうそう、さよなら夏の日でした、そうそう、夏のクラクションやって、適当毒されてる毒されてる、テーマだからそれ、ごめんなさいね、はい、で、はい、他のみんなは何だったかと、はい、じゃあ呼んでいて、みんなは、はい、リスナー代表の、足足のサイボーグ0028さんは、吉村由美ちゃんパフィーの、バケーション、あー、おー、いい感じ、いい感じ、そろそろリスナーの飛行や、ちょっと待って、モノマネ今ごめん流しちゃった、原ちゃん、原ちゃんごめんな、ごめん、いや、あまりにひどかったから、私からも本当すいませんちょっとね、すいません、で、そして、これはめぐっぺのリクエストで、タミオさん、奥田タミオさんのイージューライダー、これね、めぐっぺ知ってるで、おめぐのリクエストちゃうよ、おめぱらやろ、そうそう、おめぱらにね、何聞きたいっつってね、これ聞いてもらった、好きなんですもん、だってねえ、ねえ、私も聞きたかったよ、ねえ、ねえ、ねえ、いいね、で次はそして、ニセファンファンさんで、稲垣潤一さんの夏のクラクション、まんまだね、まんまね、でもなんか、今ね、ファンファンがね、ファンファンもこのコーナーに参加していることをちょっと忘れていたわ、まだ一回一回乗ってんだよ、そうだったっけね、失礼、違う、美しいですよね、お人柄で、はい、で、たかしさんのリクエストは、原文田さんの泣いていいよ、はい、それは聞きたい、よっしょどこっしょどこい、こらっしょっしょ、そら文田プロの歌聞きましょうよ、ねえ、ね、やっぱこれ、これしかよかったな、そうやろ、イージューライダーちゃうやろ、泣いていいやで、これ泣いていいよもう今インプットした、ありがとう、今日はあと7回ぐらいですね、ということで、じゃあ、いや残念でございました、はい、じゃあここで皆さんのファックスを募集しましょうか、はい、ただいまから何でもありのファックスを募集します、うん、募集します、お願いします、はい、後ほど、後ほど、あ、後ほど行きますか、はい、何、分かりました、何が起きたの、何、え、これを読むんでしたっけ、あ、なんか、あ、来週のテーマや、はいはい、忘れた、コーズさんと二人きりでコンタクト取るのやめてくださいね、違う、来週のテーマ発表してなかったね、やらいやらしい、来週のテーマは、はい、ネバーホールインラバーゲン、それはもう4期ゼロやわ、こんなん、なんでんねんな、ネバーホールインラバーゲン、難しいね、え、ネバーでしょ、ホールインラブでしょ、落ちない、で、アゲインでしょ、もう二度と恋に落ちない、あ、じゃあ僕、あれ失恋ソングでいいってこと、あ、そうなの、それぐらいのことでいいんですかね、秋だから、気持ち悪い、バカン季節でなんかそんな選ぶタイプ、え、マッキーって何、牧原さんはいいよ、いいよ、ね、うん、え、好きなの聞きたいの、マッキーですね、なんか今ね、そう、ぴったりの歌があったから、何言うて、もう恋なんてしない、あ、まあ、なるほどね、で、ぴったりでしょ、まあね、わーい、わーい、みんな、あやちゃんの代わりにリクエストしてこう、ねえ、皆さん、皆さん、はい、ネバーフォーリングなアゲインでございます、だそうです、お願いしますよ、はい、じゃあ募集ね、はい、ただいまから何でもありの拍手を募集します、え、拍手、なんて、いや、あんまり人のことはイラストに言われへんタイプやけど、拍手、はい、肩たたき、肩たき、募集します、はい、後ほどファックスは最高のコーナーで紹介します、うんうん、こちらから直接電話するかもしれないので、あなたの電話番号も書いておいてくださいね、まあとりあえず何か書いてファックスしてください、ファックス番号は大阪 06-6809-9090 06-6809-9090夜ですので、お間違いのないように送ってください、あちゃんちゃんこっち見てみ、みんな失笑やったね、ふみなちゃんのマネージャーさんがもうひどいなぁ
言うて口がひどいな言うとったね。ひどいな。失礼ですよ、ね、本当にな。丁寧に呼んだやんな。丁寧に。なあ、踏みなプロになんかそのあの告知文書のな呼び方っていうのを。告知ない。告知はないはずだけど。ない今日は。でカーディガンでねちょっと遊びに来ただけやもんね。そうそう。えでも、うん、なんか。こんなね、なんか大役をね、なんか応接かまつって丁寧すぎる江戸え、なにやばいな、もうもうこれから毎週読んでね、あなたのこれ頼むで、今日これ持って帰って練習しといて。わかりました。はい、お願いします。じゃあね、ちょっと今日10分くらいでスタートしましたが、この後、ふみなプロも登場しますので、最後まで聞いてください。俺たちやってます。お願いします。あなたの街の仕事情報、アイデムがお送りする俺たちスペシャル、今夜はお便りのコーナー。キモい、そのそのひって息何、ね、お願いしますやってハイトーンお前、我が手あげてるお願いします。怖いです。面白いな。寝てません、藤井さん。さあ、なんか、先にメールをちょっと2つほど。そうなの、先にそれなの。ですか、はい、そうですよ、うん、こちら花丸ネーム、うん、侍ね、フロムキャスナイト健太君からですよ。水田市の彼からいただきました。俺たちやってます、水曜日の皆さん、こんばんは、初投稿です。嘘つきなさい、健太。告知を大量に持ってきたふみなちゃんに質問です。ぜひストレートに答えてくださいという質問が来ております。はい、さあご紹介しましょう。はい、告知を大量に持ってきた女原ふみなさんです。こんばんは、どうも、原ふみなです。ちょっと待ってください。なんでみんなふみなが来ると告知だって思うんですか。なんかね、顔の作りが告知に見える。ここにおでこに告知っぽいっていうからね。あ、今日は、うん、電車に乗ってみたんですよ、うん、したら気づいたら竹橋で降りてて、うん、MBS 毎日放送気づいたらこの建物に入ってた。ここに来た、フラッとね。そうまさにね。そうなんか急に藤井さんの顔が見たくなってそうそう、え頭大丈夫だった。ちょっと待って、疲れてない、大丈夫、元気、はい、本当、遊びに来ました。はい、お久しぶりです。お久しぶりです。本当にあのね、あっという間にね、うん、あやちゃんがね、はい、もうすごいもう成長してますから、はい、楽しみにしておいてください、はい、今日はな、ふみなプロに勉強すんねんな。お願いしますよ。よろしくお願いします。はい、もういきなりそのキャスナイト健太からね、質問が来てますよ。はい、5つ質問がありますから、はい、答えてください。はい、はい、オレッセを辞めて約1年になろうとしていますが、オレッセに戻りたいと思ったことありますか。はい、あれもう毎日思ってます。毎日毎日なんか10時になると、ああこの時間ラジオしてたなーって。お前9時台もやっとったやんけ。深夜もやっとったやんけ。やってたいや思い出して毎日戻りたいなって思ってます。あのね、この人今日はね、ものすごい喋る気満々ですよ。喉のこあの薬持ってきてますから。あ、違う、しかも甲羅のね。それ聞くんですよね。どこまでカウンターでいくねん。はい、わかりました。じゃあ質問2、はい、もしオレスに復帰するとなったら、原文奈のどんなところを前面に押し出しますか。どんなところですか、うん、そうですね、もうやる気満々みたいなことですね。なんで文奈ちゃんがさ、喋るとなんでもかんでもこういう形になってしまうの。あのね、ほんまに文章を感じるのね、すごい、ね、セリフセリフっぽいのよね、最近。どこに書いてあるの。違う、はい、ね、いくよ、第3問、はい、萌ちゃんは藤井さんのことが生理的に受け付けないと言っていましたが、文奈ちゃんは藤井さんのどんなところが嫌ですか。嫌なとこなんて一つもないです。はい、これです。質問よ、はい、これはね、ピンポンとかブーとかよとか聞こえる。合ってるか間違ってるかみたいな。次の質問はね、これ難しいですよ、はい、アイドルとしてどう答えるのか、うん、ね、楽しみでございます。はい、意地悪ですよ、はい、今日のパンツの色は。それはご想像にお任せします。はい、大正解。大正解です。はい、最後です。最後はもう、じゃあね、あの答えてもらいましょう。いきますよ、はい、コーズさんのことは今でも嫌いですか。ちょっと、ま、誰が嫌いなんて言ったんですか。今一瞬ちょっと待って、ビジネスの匂いがしたね。うん、ちょっとあのね、一回もね、言ったことないです。確かにね、口には出せないよ、はい、ね、でもセーラームーンはもうバッサバッサ言っとったやんか。じゃあセーラームーンとフミナ違う人格だから、うん、赤ちゃんと、はい、あやちゃんが違うみたいに ね。そう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 、勉強して、あやちゃん頼むで、はい、はい、もう一枚読みましょうよ、はい、せっかくですから、神戸市は、こちらペンネーム俺の唇はいちご味さんからいただきました。オレスの皆さん、そしてふみなちゃん、こんばんは。こんばんは。
この前ふみなちゃんが出てた関西テレビの番組を見ました。はい、わかりますか？はい、はい、わかります。はい、流しそうめんをしてこいという指令でそうめん工場に泊めてもらい、うん、はい、そうめんをごちそうになっているのにもかかわらずふみなちゃんはビールもらっていいですかと何とも厚かましいことを言ってましたそういえば少し前にふみなちゃんは二十歳になったんですね。お酒は好きですか？また二十歳になって始めたことは何かありますか？厚かましいですか？あなたね、はい、ずり乗り放題ね、いろんなところで、ね、すごいな。何ですか、これどんな番組やったんですか？番組は言ってもいいんですかね。知ってるよ、あるでしょ、うんうん、あのね、ガリバーがないやつでしょ、はい、そうです、はい、あの女王様コースと、はい、まあ、地獄コースみたいなところにゲームで分かれて、はい、私は地獄コースだったんですね、はい、それで、はい、1000円だけ渡されて、うん、ヒッチハイクで、うん、あの大阪から奈良の方まで流しそうめんをしてこいって言われて行ったんですよ、うんうん、で、あの本当ガチンコで、うん、ガチンコでガチンコでヒッチハイクもして、うん、もう泊まるのも交渉してやったんですよ、うん、それでね、あの、うん、昼間からね、本当すごい暑いところで、うん、ヒッチハイクしてたんで、うん、あービール飲みたいなんかふみなちゃんの口からビールって聞くのも嬉しいような思ってね、なんか寂しいような思ってね、うん、言ってみたんですよ。あのおふざけでね、そうそう、言ってみようかな、これ言ったらビールなんてもらえちゃったら嬉しいなぐらいで言ったんですよ、うん、あ、いいよって言われたんで、軽く OK、はい、あの多分それはね、あの画面に伝わらへんところであんたが絶対にくれみたいなトーンやったから出せお前みたいな、そんなことないです、お得意のそんな握手会来いよみたいなおなじみの告知パワーっていうんですか、うん、じゃあそれでビールを飲ませていただいたんです、うん、はい、でその流しそうめん楽しかったですか？楽しかったです。楽しかった、うん、お酒好きなんですか？あの好きって言うとね、またなんかちょっと酒飲みみたいな感じで言われちゃうと、うん、あれなんですけど、好きなんやほんまそんな場をするって、あの楽しいですよね、あの出てね、うん、うん、ね、勉強になるでしょ、あやちゃん、はい、ね、はい、勉強になりましたじゃあね、早速、はいはい、そんなふみなちゃんをお迎えしての、おはがきのコーナー行きましょうか、はい、はい、じゃあお願いします。大阪市のペンネームお父さん刑事さんです。林原さん、藤本さん、奥様が加藤さん、今日は奥様ですね、うん、そしてふみなちゃんもいます。エビフライエビフライ、この間街を歩いていたら自分とそっくりな顔した人とばったりと出会ってびっくりしてしまいました。おい、皆さんは自分とそっくりな人に出会ったことがありますか？うん、うん、あやちゃん誰に似てるって言われたっけ？言っていいの？あれ、いいかな、ちょっと待って、酔っ払ってんの？ノー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 、未成年未成年、よく言われるのは、うん、しょっちゅう言われるのは、うん、牧瀬里穂さんこれがまた微妙なとこ行くでしょ、なんかあーんとも言われへんし、なんかなんて今日も言われたよ。誰に？メイクさん、メイクさんによく言われるの。あ、そう。でもあれだよ、牧瀬里穂さんやってた人に言われたんだよ。そう、すごい自慢。それ嬉しい、嬉しい。他には何回言われないんですか？他には、他にはいろいろ言われるけどね、なんか殺されそうだからやめとくわいやいいよ、誰も殺されない、可愛いから許す。その中で一番嬉しいなって思ったのは、一番嬉しいなと思ったのは、牧瀬さんも嬉しいけど、すっぴんの目だったら、うん、加藤愛さんとか、うわ、でもあすみんに言われたんだよ、目が似てるって。え、もう加藤愛さん、愛さんに、うん、化粧をしてないと昨日、それなんか私の方が可愛いですいや、そういう意味言ってる化粧してこれですけど、まあ、すっぴんやったら、ね、ちょっと喋らして、何違う、ナチュラルな時って言うんです。だって加藤愛さん、うん、化粧あんましてないでしょ。そうかな、うん、で、あすみんに言われた。あら、仲良いです。アスミンに言われた。アスミン元気かな、知らんから、電話しなさい、仕事しとるわよ、ちゃんと。私、あれ、あやちゃんのことを初めて会った時、あゆに似てると思った、今日すっごい気分いい。そうだね、なんか初めて番組来た時、なんかあゆに似てるって言われてたような気がする。そんなこと言ってましたっけ？言ってた気がする。あ、そう、うんうんうん、化粧したら、今日化粧してないから。何でちょっと上から目線で。もう化粧してないから。ごめんなさい、もぎたてです。もぎたてかい。いろいろ言われますよ。あ、そっか。上原は？私ですか、うん、なんか最初の頃は山田花子さんとか言われてたんですけど。ああ、そうや、何言われとったな。でもな。でもよく会う人会う人に、うん、なんか。
いとこに似てるんだよねとか、あなるほど、親戚がね、親戚のおばちゃんに似てるんだよねとか、めちゃくちゃ身近なとか言われる、だけどちょっとそれはそれで嬉しいよね。そうですかね、ありきたりな顔っていうコツですよ多分。いやそんなことないよ。いいんじゃない。おたまは、私もすごい言われるんですけど、あのまず田村涼子さんですよ。あー、やわらちゃんね。やわらちゃん。あー、そっかそっか。に始まり、うっちゃんなんちゃんの内村さん。あの、鼻が似てるとか、割合、鼻の占める割合が似てるとか。顔の面積とかね。そうそう。とか、あの、室井茂さんとか。えぇ、うわ、一人しか見たことないけど。あと、天童よしみさん。そうでしょ、そうでしょ、セイワのマンション。そうでしょ、そうそう、セイワ絶対言うと思う。負けたくないから、ちょっとマイク拾ったっちゅうね。やめなさいって感じ。やめなさいって感じね。はい。ふみなちゃんは、ふみな。うん、ふみな。誰、誰だろう。誰、最近ね、田中玲奈さんに似てるって言われるんです。持ってきたね。じゃあ誕生日が一緒なの。ガッツコメントが出ました。誕生日が一緒やから似てるんじゃないの。違う違う、似てるって言われる。あ、そう。あとね、あとね、あとね。誰？あの、伊藤美咲さんに似てるって言われる。ああ。女優さんのね、モデルさんのね、モデルさんの似てるって最近よく言われる。でもあれやろ、あの僕が思ってたのは常盤貴子さんなんですけども、それ言われる。言われる。なんね。おめこは？私はオリジナルで。もういろんな人に似てると言われ尽くされ、もういいやって感じ。何でしたっけ、何やったんでしたっけ。あのね、でも前この番組でも話したことあるけど、声優さんの小山真美さんっていう人がいて、もう入ったばっかりの頃すっごいよく似てる、すっごいよく似てるって言われて、お互い似てると思ってるのね。で、えとが12、あ、えとじゃないや、年が12違くって、えとが同じなのね。で、骨格も似てると声も似るらしくて、真美さんがやってた役の2代目をほとんどやってんの。へぇー。だミンキーモモとかマミさんがやってたんだけど、それの続編の2代目っていうのを私がやってたりとか。それ以外も結構あるの、そういうの。マミさんがやってたやつをその後やってたりとかね。へぇー、面白いですね。で、意外とその2人で一緒になる仕事がほとんどなくて、で、被るからかしらねなんてマミさんとも言われてたんだけど、そんな大先で、やるとなるとペアなの。10人違うのに同い年ぐらいのなんかこうペアでお互いがこう掛け合いみたいにしてやるとか、そういうすごい仲いいし、すごいいい先輩なんだけど、不思議だよね。骨格問題ね。骨格問題。藤井君さん、いいともでさ、俺そっくりな人が出てくるやつってさ、藤井君に似てるって人出てきたりすることあるじゃん。どんな気分？あれね、ほんま気持ちいいですよ。だから前々に分かってるわけですよ、そのね、当日その今日はそっくりさんが来ますからっていうふうに分かっててね。で、ダンダンで扉が開くのも分かってて、扉開いたらおるっていうのも分かってるんですけど、それは僕に似てるっていうふうに来た人ってことも分かってるんですけど、あのね、気持ち悪い。やっぱり気持ち悪いと思う。なんかこの立体でなんか自分の顔見ることがないじゃないですか。僕ら平面でしか見ないでしょ。鏡とかね、写真とかね、だからね、気持ち悪い。立体で見たら、だから顔の大きさが一緒とかってもうすごい気持ち悪い。何かが、何か DNA の中で顔が、先祖がとか、気持ち悪いと思う。あれ面白い経験ですよね。すごいなと思う。面白いですね。そうです、3人いるっていう話もありますが、ですな。はい、じゃあ次行きましょうか。ね、じゃあね、これにどっちしようかな。はい、これじゃあ玉尾さん情報でございます。福井県は近藤玲希さんですよ。水曜の皆さん、こんばんは。こんばんは。ところで、先日自分は佐藤珠緒さんがテレビに出ていたのを見ました。そこで佐藤珠緒さんは自分の絶頂期を14、16、21歳の時だと言っていました。しかし3つも出すなんて、絶頂期という言葉の意味は分かっているんでしょうか。それはともかく、皆さんの絶頂期はいつの時でしたか。あと、これからやってくると思うなら、いくつぐらいにやってくると思いますか。珠緒さんね、絶頂期が3つある女。すごいですね。でも今じゃないっていうふうに言うあたりが、ちょっと謙虚さを。うまい。でも3つは言う。色添えがね、うまい。絶頂期。あの、最も自分が光り輝いてた、光り輝くであろう年。今絶頂期ですっていう人は、はい。ものすごい前向きよね、2人。いつも絶頂期。ねえ。本当に頭が下がるわ、そういうのって。なん
でよ、ね、なんかそんな嫌な顔して言わないでよこのどっか考えてないのそういう前向きさそうねすごいねすごいよねえなんでですかまあまあでもね、うん、恋も仕事も手に入れてね確かに絶頂期ですよねでもそれ手に入れた瞬間が絶頂期なわけじゃないんだよなんでよその後味わってるやんか思ったら味わってるやんか今いつもいつもいつも今あそうもう昨日のことは忘れて明日のことは考えないまたペラペラで絶頂期めんどくさいの ね、まあ、ねこれから先どうしようとか考えるとまあいいやあやちゃんも今が絶頂期あやちゃん来年どうなってると思う来年も絶頂期。来年も絶頂期。うん、今も絶頂期。今も絶頂期。うん、過去も絶頂期。過去も絶頂期。あ、すごいね。全部やー。ブリブリや。ブリブリよ。うん。上原は？私は、うん、なんかもう一生幸せは来ないんじゃないか。あの、あらだって男性関係で報われてないんですもん。あら、あなたそこポイントある人な？男性関係。結構大事じゃないですかね。あ、マジで？あ、そうなんや。不幸せじゃないですか。うん、ねえ。寂しい振り方するなおか、なお彼が欲しい感じ？今彼が欲しい。欲しいですよ。あ、そう。なんかね、あの、なんていうとこう豊かになるじゃないですか。生活が毎日がね、張りが出るっていうかね。じゃあ彼氏ができたら絶頂期に入るわけね。そうですよ。あ、そう。なるほど。じゃあ彼氏以外のところは歌の仕事は？歌はもう絶頂ですよ。そうやな。もう上向きですよ。これからもう絶頂はもうガーッと。あ、そう。だからそれが最初に来るかなと思ったから意外でしたよ。そうですか。意外にそのなんかこう愛する人っていうのが大事なのね。音楽の方が大事ですよ。どないやろ。何すか後付けやろ。アルバムの告知やろ。チョコバナナ。ほだまは？私ですか、うん、私もやはりこういつも向上心を持って毎日過ごしているからですね。なんか政治家のようないるからですね。もう明日来るだろう、明日来るだろうと毎日思ってるけど、あのいつの間にか一日終わってる感じなんですよね。あの後ろ向きでもなく、前向きすぎでもなく、あのいつもと同じレールを外れることを恐れる A 型ヤギ座なんですよ。え、いつ、なんて？あの決められたようにしとかないと落ち着かないんですよ。なんか変わったことをするのが怖いんですよ。定番好みっていうのかしら。定番好み？スタンダード派？ボーダーって感じかしら。無印良品。さあここでフミナプロよ。なんで？フミナプロの絶頂期よ。期待しないでくださいよ。もう普通の気持ちでいいのよ。はい。え、フミナ絶頂期ですか？フミナやっぱりね、俺末に毎週来てたのかな。だから。コーズさん。だから。ね。営業だからそれは。CM 中とかにやって もう絶対そうだと思ってた信じてたわふみなちゃん、ね、偉くてあれどうなの、もうあれちゃうの、その学生時代とかモテモテやったちゃうの。いやみんなずっと女子校なんですよ。あ、そっか。はい。あ、そっか。全然。あ、そう、うん、あ絶頂期ね。さあ藤井隆さんは。僕はね、あのね、あの新生児の頃、生まれたての頃出た。ものすごいものすごい可愛かったよ。ほんまに写真も撮れないで、何回もな。え、それ写真しか知らないですよね、自分はね。えどういうこと。写真でしかその頃の自分を知らない。自分のことは分からないじゃないですか。だってそんなちっちゃい子自分で鏡見て俺可愛いって思わないじゃないですか。そうじゃない、そうじゃない。ものすごい可愛らしいよ。あ、だから3年間あるじゃないですか、そのモテモテ絶頂期っていうか、それをほんまに生まれてから見事でしたね。なんでちびっこモデルせへんかったんかなと思って、親子モデル。ものすごい可愛いですか、もう本当に可愛いね。なんかあのジュースとかを持つじゃないですか、ほらその感が大きいでしょ、子供の時って。こうやって持ってるのどんだけ可愛いか。びっくりしますよ、本当に。お見事ですよ、あっぱれ。ぜひぜひ藤井隆.com に載せてくださいよ。はい、ぜひ。分かった。みんなにも見せてあげてください。はい。はい、さあ、というわけでまとめましょうか。はい、この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。どんな内容でも結構ですので、どんどん送ってくださいね。お便りの宛先は、郵便番号 530-8304、MBS 俺たちやってます、水曜日、お便りのコーナーまでです。そして、E メールでも OK です。俺たちやってます、水曜日、専用のメールアドレスは、ローマ字書き、すべて小文字で、俺-sui@mbs1179.com です、たくさんのお便り、そして E メールをお待ちしております。はい、さあここで曲でございます。ありがとうございます。無事発売になりました。あ、それでオリコン、ありがとうございます。7位でございます。すごい、初登場7位でございます。だからさ、もしさ、姫
引っ張れとか出てたら歌ってもらえたのにね。読み上げれ。皆さんがこうやって声を揃えて歌っていただいたり、着メロにしていただいたおかげです。本当にありがとうございます。ありがとうございます。まだの方はぜひよろしくお願いします。ぜひお願いします。林原めぐみ、オーバーソウル。ギリギリセーフ、完全アウトのコーナー。物事にはボーダーラインがあります。ここまでなら許せるけれど、これ以上は許せない、そんなギリギリセーフ完全アウトのハガキをご紹介します。はい、はい、それではまず早速いきましょう。こちらは吹田市は花丸ネーム梅パラがあやちゃんの写真を踏んづけてたよ、フロムキャストナイトケンタからいただきました。梅パラ、いやー梅パラちゃん、おいしそう、おいしそう、言わないでよ。先生、バナナはおやつに入りますか？はギリギリセーフ。先生、バナナはおもちゃに入りますか？は完全アウト。あれ？あれ？はい。チョコバナナ。チョコバナナ。あ、チョコバナナ。チョコバナナ。ねえ、奥様の足ニューニューアルバム、ファーストアルバム、ファーストアルバム、チョコバナナ、そのためのね、振りやったのね、やだやだ、そうだね、生き残りじゃないの。そしてサザンフィッシュ、サザンフィッシュ、ね、サザンフィッシュ、はい、次、福井県は近藤礼樹君からです。背骨が折れた松崎しげるですが、日焼けサロンへ行けば治りそうです。いやそんなことじゃない、うん、はい、京都市はペンネームマサルさんからです。間違えて男子トイレに入るのはギリギリセーフ、うん、間違えて男風呂に入っても林原さんなら平気ですよ。知らないのね、知らないのね、知らないの、愉快な方ね、本当に知らないのね。わからないわねえ、うん、はい、宇治市は吉田貴博くんです。嵐を呼ぶ男はギリギリセーフ、うん、アザラシを呼ぶ男は人気者になれるよね。なれるね、私それいいと思ったの、ね、かわいい。はい、じゃあステッカー、はいはい、どんどん呼んで。尼崎社ペンネームうんちこちゃんです。知念里奈はある意味マーメイドです。はぁ、あ、久しぶり、もうお元気でした。堺市はペペ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 管理人に怒られてたような。夢を見たのね、あなた。ステッカー、ね、ステッカーよ。ペペペ、もうこれからも帰ってきて、お願いしますよ。以上でございます。このコーナーで皆さんからのギリギリセーフ完全アウトのハガキお待ちしております。宛先は郵便番号 530-8304 MBS 俺たちやってます、水曜日ギリギリセーフ完全アウトのコーナーまでです。たくさんのお便りお待ちしております。そして続いてこちら、イケメン、ノットイケメン、どん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 パフ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 。地球上には大きく分けて2種類の人間が存在します。それはイケている人間かイケてない人間か。そこでこのコーナーでは明日の袴田横ちんこ、いやいや袴田義彦のようなモテモテ君になるべく、イケメンとノットイケメンの違いをご紹介します。もう触れない、それがどうした。いやいや見てよ、もう書いたご本人大爆笑だよ。何考えてるの。あの縁取りの人よ。どう頭笑っとったね、でも言てちょっと面白かった。ダメよ、まあやかしちゃ緊張するよそれ。はい、それではいきましょう。はいよ。まず最初はこちら、世田谷区やペンネームミンキーウラリオンからいただきましたよ。うん、イケメンの場合顔がキムタクに似てる、うん、ノットイケメンの場合顔がキムチに似てる。なんで私を見て笑うの。いい ね、わかんないわ。ミンキーウラリオンよ、ミンキーウラリオン、はい、キムチに似てる。大阪市は大阪市はお父さん刑事からです。はい、イケメンにはバラがよく似合います。はいはい、ノットイケメンには林原がよく似合います。出入り禁止。バサ、何にもあげない。誰名前覚えとくわよ、うん、お父さん刑事、はい、ね、でかくなる刑事よ。、うん、はい、最後です。東京都はペンネーム、はい、ファミブのギャバソさんからですよ。はい、イケメンの場合何を着ても様になります。うん、ノットイケメンの場合、うん、何を着ても無様になります。うーん、様と無様をかけてみた。どうしよう、林やっぱーこさんになろうとした。面白いって言おうとした。と、ね、これだってそういう意味やろ、様と無様って。そうだね、お父さん刑事許すぐらいな。そんなレベル。
はい、以上でございます、はい、このコーナーではモテモテなイケメンとダメダメなノットイケメンを大募集しております、はい、宛先は郵便番号 530-8304 MBS 俺たちやってます。水曜日イケメンノットイケメンのコーナーまでです。以上イケメンノットイケメンのコーナーでした。MBS 俺たちやってます。プレイガール Q のコーナー。このコーナーは世の中に蔓延する遊び上手な女プレイガール Q、 男好きな女プレイガール Q、 無茶をしている女プレイガール Q、 そんなあなたの周りのプレイガールを紹介します。合言葉はプレイガール Q。 力入ってます、力入ってます。どないでっか、ね、みんなプロも拍手をしてくださって素晴らしい。どうですか、いい上達しました。いやもう上達どころか師匠あら飛び越えました。もうなすごい上達してんな。上達しましたよ。毎週毎週この時間にかけてくれてるんですよ本当に、ね、はい、3回目までは僕の顔見ながらね、うん、プレイガールキュはい、ね、面白いことございます。はい、はい、今日本当ふむらプロがいますからゆっくりやりましょう。プロがたっぷりと。はい、今日、うん、神戸市は、毎日放尿ラジオ君からですよ。裸の王様は英語でストリーキングだと思っていた M 子はプレイガールでしょうか。正統派よ、正統派、すごい正統派よ。本当はなんて言うんだろう。なん、え、なに、裸の王様、裸の王様、うん、知らねえよ。ねえ、ヌードキングじゃないのそのまま違うのヌードキングじゃないのケロリと。ええ、あ、ケロリと、ケロリと言った、ケロリとっていうか、違う大阪市は本名ですよ、竹内光一くん。あら、24歳の男性からです。はい。あれ、スズムシが泣いている。チンポコチンポコチンポコリンと歌っている英子はプレイガールですか？僕は検討しました。うん、よくやったわ。はい、頑張ってもう一回帰ってきて。頼むわよ。はい、24歳。24歳。うん、はい、こちらは福岡市は、うん、ラジオネームアリーナの進化からです。三師匠のモノマネさせていただきます、うん、ダンコンさんいらっしゃい。ダンコン、男の根と書いてダンコンよ。男の根もう教えだったやちゃん。あ、これやめやめこれのこと、アリスズムシが鳴いているのそうよ。あ、おお、すっと負けてよろしくお願いしますよ。ほんだらフリフリフリよ、フリフリよね、うん、全部知ってる、本当は全部知ってる、全部知ってる知らないフリ、なんだったらついてるもんね。あー、そうかも。はい、徳島市は、うん、独身貴族ペケジリありがとう、いい薬ですからいただきました。いい、そのペンネーム。缶コーラを開けるときわざわざプシッと口で効果音をつけないと気が済まない T ちゃんは穴好きプレイガールですか？ちょっと、フミナちゃんのマネージャー久しぶりに見た。ひどい。ちょっと、ま、あのね、うん、何、あのね、うん、ちゃんとね、うん、藤井さんから見えるうちに座ってんの。マジでやらしいわ、もう下品ですよ、フミナマネージャー。そういえば、振り向けばそこで笑ってた。いつもね、1年前も。そうでしたよ、半年前か、うん、あと、あやちゃんのね、うん、マネージャーさんもえらい喜んでましたよ、ね、プシッて言うて二人とも預けられない。心配。心配です。え、なんで笑ってるの？え？またまた。お前、君は何やねんその芝居は。今日どうして見たの？なんでそんなことしようと思ったの？違うの？え？名前はいいかなと思って。遅い。どうして笑ってるの？定住派みたいな。急に。遅いわ。鼻ぷっくは膨らましたから。そんな猿芝居されても。どうして笑ってるの？もう私知ってまけどなみたいな。何やねんよ、わからんわ。いいよ、いろんな切り口でやって、ね、はい、嫌いじゃない。こちらはですね、奈良県は骨盤大車輪さんからです。はい、ボーリングをするときは必ずマイボール、マイシューズ、マイルーラーを持参する優子さんはセーフセックスプレイガールだもんね。だもんねだもんねだもんね。いいんじゃない、ボーリング、ね、いいんじゃない、うん、ステッカー
ね、あやちゃんが力強くうんとか言わんといいの。いいんじゃないって。いいんじゃないって。いいんじゃない。ステッカー。私から最後です、はい、福井県は近藤礼樹くんからです、はい、波乗りジョニー、ある日ふと見たら舐める乗りジョニーになっていました。舐める乗るジョニーになっていました。ぐたぐたでございます。ごめんね近藤くん。ステッカーです。はい、私から以上でございます。やった。もう今日はね、もう僕なんてどうでもよかったですよ、ね、そんなことはない、はい、じゃあどっちかどうしてみたりするんですか。まず最初はあやちゃんからです。はい、さん、はい、豊中市はユウスケ連合のセクシー総長ユウスケキャンタマリアさんからです。来た来た。ん、ツッコンバッコン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 と電車にいられる M 子はプレイガールですか。ってこれわかんない。音はやめてって言ったのにね。ツッコンバコン、ツッコンバコンじゃない、ツッコンバコンってえ、どういうこと。え、わかってるし、腹くらんでるやん。え、新しいパターンね。私ので合ってるのかな。あなたが思ってることと、うん、大正解よ。ビンゴ。ビンゴ、ビンゴよ。ビンゴって喜ばねえねん。ビンゴ。よかったよかった。なんでやねん。え、はい、そしてじゃあ次はフミナプロですよ。はい、ちょっと甘いでしょ。なんかやっぱフミナプロを前にしてちょっと緊張してるみたい。何してます。お願いしますよ、ね、生々しいの一発お願いします。マネージャーがもうヒーヒー言うよね。笑ってる笑ってる、はい、いきます。大阪市のペンネームアイウエオさんからです。イイイと桜田門外の変で暗殺された人はと聞かれて名字しか浮かばなかったもみえさんはプレイガールですか。素晴らしい。ホーリーワン。さっぱりしてるよね、すごいこう後味が、ね、和風すごくいい感じ、うん、口当たりがいい、うん、耳障りがいい、うん、素晴らしい、ね、お見事演じ切ってるよ。これできる、あやちゃんできるか、これできる。おちょっと膨れすぎ。次でしょ、うん、え、次でしょ、次で勝負する、うんうん、誰先走りする。負けたくない。八尾氏は、はい、野球の軟球でシュートを投げれるようになりました。バイわたがしパンチさんです。はい、吹くな、そこで吹いてるの台無し。もうティッシュないし、怒りますよ。ティッシュください。なんでですか今。いや、ちゃんとやりよったもん。ね、いいですか、はい、はあ、ですこのモバイルアズテーションだって。初めてこれ私に来た、この袴田さんの話。いや、びっくりしたよ。どう今の歯は。よかったんじゃない。あの、ふみなちゃんのマネージャーに聞いてみ。どうですか。ありだと。ものすごくありだと。ありだと。息遣い頑張ったね。さすがね。はい、はい、どんどんいきましょうか。はい、最後ですかね。あ、え、プロも最後。はい、あらら、いきますよ。はい、春日部市のペンネーム、はい、同じ穴のもぐらさんからです。はい、あん、口に出しちゃダメって言ったでしょとジェスチャーゲームで思わず答えを口走ってしまった私を優しく叱るシーコちゃんはプレイガールですか。さらにあの、確信犯なんですけど ね見事です。確信犯で、うん、見事ですよ。さらに、うん、これこの後味の良さが欲しいのよ、私に、うん、求めてるの、うん、あなたね。うまいこと言ったなと思ったらね、グロい方に対するのね、怖いわ言うような、なんかそこまで知ってんのみたいなこと、はい、またほらフミナプロはやっぱりなんか、え、この文章を読んだだけですけど私はっていうこの匂いよ、こののき方ね、うん、お願いします。はい、頑張ります、うん、はい、ということで、あ、もうないの？もうないみたいよ。ないの？はい、あ、もう残念でしたね。どうでした、フミナプロ、あの、ちょっとあやちゃん久しぶりに来たんですけども。いや、素晴らしく、うん、はい、良かったです。ありがとうございます。あやちゃん、あのフミナプロ見てどうでした？素晴らしいですね。プロですね、さすが。さすがやろ。さっぱり。頭が下がるやろ。あっさりで、あっさりは。これさ、でもアイドルに関係ないよね、こんなこと。お互いすっごい褒め合ってるけど、それむしろあかんことやん、うまくできたら、うん、そうかもね。まあ毒されてるわね、うん、はい、はい、このコーナーでは皆さんの周りのプレイガール情報をお待ちしております。宛先郵便番号 530-8304 MBS 俺たちやってます水曜日プレイガール Q のコーナーまでたくさんのお便りをお待ちしています。合言葉はプレイガール Q。 頑張った。
やってます。チロリンゲンのコーナー。初めてですよね。初めてです。こんなコーナーできましたよ、はい、このコーナーはレンゲのことをチロリンゲンと呼ぶ林原家のように、私の家ではそれをこう呼んでいるというオリジナルネームを送っていただくコーナーです、うん、見事今週の大賞に選ばれた方にはオレスイ特製チロリンゲンを差し上げます。はい、はい、いっぱい来てんのかなこれ、はい、まず最初なんですが、ちょっとねお便り届いてますのでご紹介しましょう、はいはい、これは北海道のペンネームめぐみさんのサインが欲しいな、ジンギスカンさんからいただきましたよ。はい、うん、めぐみ姉さん、たかし兄さん、あやさん、あすみさん、奥様、そして今日はふみなちゃんもいます。こんばんは。こんばんは。先週久々に水曜日を聞いているとめぐみさんのコーナーでトイレットペーパーを揉むようなことをめぐみさんおっしゃってたと思います。そこで、送ってみました。マジで。小さい頃水洗トイレのないところでもトイレのないところで揉んで使ってたような気がします。髪質が違うかもしれませんが、違っていたら花紙として使ってください。ありがとう。和紙の白さが生きている。あった、うん、なんか白竜、うん、おばあちゃんち使ってる。平べったいカゴに積んでへんかった、うん、積んでる、ね、あ、積んじゃう。宮崎のは薄大根っていうのやった。薄大根っていうの、薄大根っていう白竜じゃなくて、柔らかい。柔らかい。これじゃない。違うの、うん、もっと硬いの。違うの。トイレットペーパーなの。紙なの。うん、でもすごいトイレットペ、うんうんってうなずいてる。トイレットペーパー、そう、ロールなんだけど、うん、あ、これでもすごい柔らかくて、うん、ありがとうございます、うん、番組なり我が家なりで使わせていただきますが、うん、ありがとう。で、あのトイレットペーパーなんだけど、あの2枚重ねになってないの、うん、1枚重ねでなんかね硬いの、うん、へえ。でもそれ学校それだったよ。私そう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 、ほらほら、私だけじゃないじゃんか。ちょっと白よりちょっと茶色っぽい色。そうだった。なんかリサイクルしたプリントみたいな。そうそうそう、なんかちょっとパリパリ、うん、そうそうそう、よかった、私だけじゃないなんか。へえ、てっきりなんか昭和の話かと思ってね。何さ、それ送って、誰か知ってたら。送ってまでどうしたいの。ほらって言いたい たいの。あんたに。あ、僕にね。ほらこれって。そんな、だって僕はもうちゃんといつも毎日お尻にごちそう与えてるから。思わなあかんようなもん。使ったことないわ。あんないです。せっかく送ってくれたジンギスカンさん、じゃあ何かあげますよ、うん、はい、はい、ありがとうございます、うん、それでは早速参りましょう、はい、神戸市はペンネーム毎日本音ラジオからですよ。はい、僕のおばあちゃんは耳かきのことをほじほじと呼んでいます。いいですね。かわいい。いいでしょう、うん、これね、これあれですよね、うんうん、はい、大阪市はペンネームやたら眠い。来た。僕は小さい頃神社のことをまんまんさんと言っていました。うん、なんで。まんまん、あの、なんて言うんでしょう、これまんまんっていうの、これがなんか、はい、ママシーやとかっていう。まんまんってご飯だった。それまんま。え、まんま、おまんま、おまんま、うん、え、まんまんっていうのこれが、うん、大阪では、え、言いますよね。あ、え、大阪だけ、ひえー、ほらほら、じゃあ自分のさ、どこだけと、ブーブーとかニャンニャンとかで一緒にまんまんって言って、え、言わない、言わないよね。え、マジで、あ、知らん、知らない。だっ。え、でも私大阪駅の言わへんかったよ。言わなかった、まんましや、ちゃんと言って、え、言わなかった、ほら、自分家でと思っててもね、あるんだよ、そういうことね。はい、はい、こちら栃木県は落合の弟子からいただきましたよ、うん、僕の祖母はモーニング娘。のことを覚えられないと言っています。変化球ね、うん、これは、うん、変化球、面白い、一回だけよ、使えるのは、うん、そうよ、はい、和歌山県はペンネーム、うわ、読むの恥ずかしいわ、何、雪がなくてって書いてな、うん、切なくてやって。完全にイカれてます。オレスイっぽくないところが好きよ、なんでる、はい、切ない、切なくて、うん、うちの家ではドライヤーのことをガーガーって呼んでる。あんたガーガーかけた、またガーガーかけてへん、あ、ガーガーかけない、あれ、ね、だってガーガー熱いじゃんとか、そんな話なんですよ、ガーガー、はい、ほらあるじゃん、そういうの、このいや、切なくてさんね、しかもね、うん、雪の絵まで描いてる。だからそしてね、雪だるまの絵まで、そしてウサギの絵まで。なんでなんかその雪だるま何喋ってるか分からへんねん。うん、なんだろう、ちっちゃい字で書いてるでしょ、チアフルじゃないだろうな、何チアフルって、チアフルっていい、いいことあるかな、いあるよねっていうような意味、違うな、よわからんわ、ちっちゃすぎ、わかんない、切なくてわからへん、何が切ないの、そんなに、どうしたの、ね、元気出して、はい、はい、こちらはですね、京都社ペンネーム茶屋町のそうなんです、今うどんと一緒に煮込まれています、参加いただきました。長い、じゃあそら、
うちのおばあちゃんはスポンジケーキのことをパルナスと呼びます。なんで？パルナス。なんで？知らん？パルナス知らんの？知らない。ほら。嘘やろ？パルナスって大阪？ハイジとかの提供、じゃあハイジちゃうわ。なんかの提、あの日本アニメーションのアニメの提供はどうしてたの？東京では。何？パルナス、パルナス、モスクワ。カルピス雪印だったりとか。え、嘘、うん、カルピス劇場って言ってなかった？うわハイジ言ってたよね。うん、そうだった。カルピス劇場って言ってなかった？え、日曜の朝のその後ハウス食品劇場かなんかになったけど、うん、すいませんね、なんかいっぱいいっぱい言っちゃってすいませんね。え、パルナ知らん？何あんた知らんやろ？パルナ知りませんよ。嘘ばっかりよう言うわ。そんなの知らない。なんでや、絵描いたのか、なんかこの青いな、なんかとんがり帽子かぶった男の子になってるパルナスってケーキ屋さん知りませんの？え、知らへん。嘘やん。知ってるって自分パルナスやって。パルナス知ってるやろ。パルナスほんまに知りませんよ。嘘やん。MBS エリアの人たちはドッカンドッカンなんだよね、これね。なんでドッカンっていうか笑われへんよ、別にパルナス。あるでしょ、今もパルナス。嘘。あるって、パルナス美味しいやん。あの、パルナス。やと言われても。僕なんかパルナス言うてんねん。あの、パルナスのモンブランとかめっちゃ美味しいですよね。モンブランはパルナスやで、絶対。え、パルナスやって。知らんの？知らないもん。パルナス美味しいのに安いし。え、ちょっと待って、そパルナスっていうのはケーキの会社よ。会社の名前ね。パルナスケーキっていうケーキがあるんじゃなくて、ショートケーキみたいにそういうんじゃなくて、じゃなくて、そうだからあのなんていうの、モロゾフみたいな。モロゾフとか、モロゾフとヒロダとパルナス。じゃあ大阪のもんなの？うわ、今東京地方でもし支店があるっていうのを知ってる人がいたら教えてください。まだそれがね、なさそうな店なんですよ。ラインナップが、商品ラインナップじゃあさ、やっていかれへんって感じの。じゃあそんなに検出してさ、美味しいやんって言われても分かんないじゃない。まあね、それは嘘やけども、うん、ね、東京でもめきめきね、今もうなんか、うん、パルナスブームどっかんどっか。え、私知らんパルナス。知らない。知らんの？宮崎はない。でも絶対さ、デパートの中とかさ、なんかこう高級店とかの中とかにさ、そうね、ありそうね、入ってたりとかするかもしれない。自分らが高級店行ってへんからやわ。あ、そう。でも大阪も、大阪にあります？あるって、パルナスまだあるよ。どこに？老舗老舗。だって梅田の阪神とかに入ってるはずやで。阪神行ったことあるけど見たことない。マジで、うん、じゃあどっかの東京情報ご存知の方いたら行ってみようっと、ファックスください。行ってみよう、うん、次、こちらは伊丹市ペンネーム、うん、ゆうすけ連合セクシー新衛隊ネーム、新衛隊長ネーム、原翔小鉄さんからです。僕の周りではサンリオキャラクターのケロケロケロッピのことをケロヨンと呼んでいます、うん、あ、違うのそれ。それ違うの、ケロヨンとは違うの。間違えられるけど違うの、はい。最後でございます、うん、これどうかしら、林原さんが好きですネーム、藤本ファミリー登録ナンバーワン。どこだ、和歌山県の方です。ありがとうございます、はい。学校の修学旅行で、大浴場で髪を洗うとき、ね、ティモテティモテというやつは一人いました。知ってる？わかるよね。いる。ティモテ、ティモテ、カワベリ、ティモテ、絶対読み返して、ティモテ。私持ってるもん。ティモテ、え、持ってる人形。え、ティモテ人形、あるあるある。私も髪がやったら長いの、リカちゃん人形みたいなやつの髪がね、足ぐらいまである。何それ、やっぱり匂い付きとかありますよね、髪の毛に。魚とか出てるの？そうそうそう、リカちゃんシリーズっていうか。それって抽選で当たるものじゃなくて売ってるの？それ洗って楽しむの？いや、洗っちゃダメ。長い髪を楽しむ。長い髪を楽しもう。へぇー、ティモテ、僕ティモテの匂い好きやったわ。ティモテ、ティモテね、あれ今思えばあれちゃうの、ハーブちゃうの、これってハーブだねってことでしょ、うん、何、え、匂いがよ、その主成分ユーカリとかするでしょ。最先端でしたね。今売ってないんですよね。あ、売ってないかな。売ってる、うん、どこ売ってんじゃないですかね。ティモテね。ティモテね。あ、ティモテ匂いたいな。匂いたい。なあ、変な人。ティモテで頭洗いたいわ。売ってんのかな。うん、はい。でした。以上でございます。うん、私ね、ちょっと、もう今日は決まりでしょう。パルナス？パルナスでしょう。でしょ？ぜひパルナス情報。パルナス情報。で、ティモテも今ちょっと心揺れたけど、うん、かなりこのアクションやりながらやってみてもらったけど。うん、パルナスでしょ。パルナスで、ありがとうございます。おばあちゃん、スポンジケーキのこと何でもかんでもパルナスと言うというですね、
方、ぜひ、チロリンゲンプレゼントしたいと思います。おめでとうございます。はい、待ってください。はい、この番組ではどんどん募集しておりますのでね、うん、お家で呼んでる呼び名、お家限定の呼び名、どんどん送りください。宛先は、郵便番号 530-8304、MBS 俺たちやってます。水曜日、チロリンゲンのコーナーまでです。以上、チロリンゲンのコーナーでした。毎日放送、俺たちやってます。奥様のツボ、はい、さあこのコーナーでは宮崎の歌姫、うん、奥様の笑いのツボを見つけていくコーナーです。チョコバナナ、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 お願いします。はい、もう本当にたくさんおはぎ届いておりますので、うん、どんどん紹介していきますね。見事、奥様のツボにハマった方には、うん、俺水特製笑い声福笑いをプレゼントします。はい、じゃあ最初1枚いきましょう。まず最初こちら、君らのコーナーよ。奈良県は、祝大森玲子復活ネームアスミンモード RX さんが出てきました、うん、想像してください。朝ごはんにお味噌汁と納豆ご飯を食べているブッシュ大統領。ダメ、ダメ、スルースルー、スルー次よ、こちら、キャッスルナイトケンタね、スイタシね、あ、ドラえもんが会いでるフロムキャッスルナイトケンタからです。はい、なんでだろう、おならが止まんないや。全然ダメです。どんどんいくよ、どんどんいくよ、連続連続。はい、大阪市は熱帯のオーロラ、オーロラはラブアスミ色からです。アスミンだね。はい、ほっぺいっぱいに餌を頬張るスガシカオ。あ、来た、くすってきた。はい、梅原さん、くすってきたわ。こういうことツボ、まあいいや。はい、連打連打連打。アマガツキシャペンネームうんちこちゃん、ラジオの藤井さん、イラストです。ヒーロー見てるってことね。うん、うん、はい、ダメです。ダメですか。うん、水田氏は、うん、花丸ネームキャスナイト健太にお仕置きを。国語算数タコ社会、全然ダメです。どうしましょう。タコ社会、うん、国語算数理科社会って来るところをタコにしてみたっていう、ちょっと面白い。タコ社会全然ダメ。福岡市は、うん、ラジオネームアリーナの進化からいただきました、うん、バハリンのバファリンの半分は優しさ、もう半分はルー大柴の厚苦しさでできています。それは私もあんまりどうかなって感じするわ。じゃあどんどんいきましょう、うん、大阪市はオレスイネーム無敵王東海帝王さんからです、うん、ポニーテールの似合う娘がいるなと思ってよく見ると志村けん全然ダメみたい。この横はどうかな。原文奈の新しい写真集、タイトル満員電車。違う、多分ね、これをチョイスしてる人が誰かってことにもよると思うんだけど、 その人のセンスと奥様のセンスが違うのかしら。和歌山県は、これで奥様が笑わなかったらあやちゃんのファンをやめてアスミンのファンになりますね。笑えよ笑えよ。それ面白い、あやちゃん面白い。いきます、うん、それではここで一曲聴いてください。奥様で平井くんです。赤でもね、ニヤッときた、ニヤッと、ニヤッときた、うん、山田くんじゃん、笑ったよ。ダメダメね。うん、なんか、うん、この間平井県で受けたから、ね、もう一回行ってみようかなっていう、した心が見えるんですよね。いいじゃん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 、ヒントを出したじゃん、うんうん、違う、いいじゃん続いて、はい、花丸ネーム、うん、あれうんこが一人歩きしてる、フロムキャスナイト健太からいただきましたよ、うん、奥様の山田くんの替え歌です。隣のクラスの一番後ろの窓側の席に座っている男、なりくん、なんでもう全然そんなに面白いのそんなに面白いのに、あやすさんあやすさん、はい、はい、最後です。水田氏は花丸ネームキャスナイト健太にお仕置きを。東京特許ポフューパフュー東京特許ポフューパフュー。梅原さんちょっと笑ってるよ。笑ってるやん。違うんですよ、微妙に微笑んでるよ。何ですか、何ですか梅原さん。あかん理由も言うてやん。そんな勝手すぎんで、あかん理由も言わへん、笑わへんわ。ギャラ払われへんわ。そうよそうよ、違うんですよ。何よ、ここじゃないの。面白くないとこは笑わなくていいんですよねよく分かった、あなたのスタンスが、ね、分かったよ、真摯な態度ね。そうね、はい、正直に、うん、あれ小田も分かんかったね今日。いやーなんか本当に、うん、途中から、うん、どうしようって思ってプレッシャー、最後の一枚ですって言われても本当ドキドキしてたんですけど、マジでポヒュポヒュじゃない。でもうーんそうですね、そうですね。コペパイに餌を頬張る菅鹿は
そうですね、これまあくすってきたんですけど、うんうん、ドカーンって感じじゃなかったんですけど、じゃなかったが、そう、やっぱこの間の平井堅がやっぱすごい、平井堅さん何だったっけね、なんか煙突が煙突から平井堅が覗いてるよとか、うん、面白い、ね、面白いですよね、あやさん、なるほどね、まあでもそういうね、奥様のツボを探っていくコーナー、うん、探していくんだから、うん、そうそうそう、ここで電波が全部どっかんどっかん来られてる、まだキャスネット健太が多かった、多かった、ね、じゃない切り口を探しましょう、うん、そうしましょう、いや健太が悪いわけじゃなくてね、ねえ、なんか私仕事で悪いんですけど、いいですか、いいよ、ね、ガスマジケンタさんってさ、うん、私とさ新婚旅行行こうとか言ってたのに、何最近行く気ないのかな、そうね、どんどん変わっていってるよね、うん、なんか全然関係ないことになってますけど、だけどあんたはすごい笑っとったね、未来の花嫁はものすごい笑ってはったね、うん、そうなんです、ふみなちゃんどうも難しいやろ奥様のツボ、うん、難しいですね、面白かったですか、いやちょっと待って、嘘ですよ、嘘ですよ、面白かったもうなんか笑いにもならないほど面白かった、それがおかしいよ、笑いにもならないほどおかしかった、じゃあ声が出ないじゃん、一番厳しいねそれ、失笑ってことやろ、失笑以下やから、じゃあよくんもう悲しい、ならないよ、悲しすぎて涙が枯れて出ないみたいな感じで、面白すぎてもうなんか笑い声が出ないみたいな感じ、あんた、ね、あの舞台とかやりすぎちゃう見せ方がね、なんかおかしいもんね、大きいなんか、アクションアクションワンチューワンチュー、さすがフミラブラでございます、ありがとうございます、そうですよ、まあこんね、今回ちょっとなかなかね、うん、あの奥様のツボクソ、あれなんですけど、発言、うん、私たち別にそんなレベル高くないんですよね、すっごい低レベルすぎて、うん、誰も笑わないようなとこが面白かったりするんですよ、それがこう、ね、一周帰ってきたそのそこのあたりが好きなのね、そうなんですよ、一周回ってしまったみたいな、そこを皆さんど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 ん送ってください、ください、僕はね、うん、そんなハガキが来たらどうかと思うんですけど、まあでもここは奥様のコーナーですよ、ここはこのコーナーはこのコーナーだから、ね、そうよそうよそうよ、はい、ツボを探りましょう、探りましょう、どんどん探っていきましょう、はい、来週じゃあ期待するわね、はい、来週か、チョコバナナ、ね、チョコバナナそうそうなのよ、そうか言うとチョコバナナをテーマにいっぱい考えてくる人も今ツボよ、そうチョコバナナを、ね、何かちょうど知るよ、アルバムを聞いてもらって、その中のなんかあのほら5曲目に入ってる根っこを聞いてなんか出てきた、基本的にはそのスタンスですよね、分かった、じゃあさ奥様のチョコバナナを聞いて、はい、その10曲ね聞いて、はい、何からどの曲からインスパイアされたか書、はい、いてもらって、はい、26日発売なんですよ、まだまだか、まだまだだ、ごめんね、じゃあテーマはチョコバナナ、そうね、うん、テーマはチョコバナナ、はい、じゃあテーマチョコバナナで、はい、どんどん、まあ、じゃなくてもいいんだけどね、まあね、はい、うん、どんどんお願いします、うん、一周回ったやつをお願いしますよ、はい、ね、はい、じゃあ、ね、どんどん送ってください、郵便番号 530-8304 MBS 俺たちやってます、水曜日奥様の壺の係までです、さあそれでは曲聴きましょうか、うん、ね、これさあの発売先だと言ってますけど、はい、チョコバナナってさ、うん、曲が入ってるわけじゃないでしょ、はい、違いますね、うん、結構、まあ、いっぱい聴かれてると思うけど、なんでタイトルチョコバナナなの、なんかタイトルとか、うん、例えばその1曲でもそうやけど、あんま歌詞の中に出てくるのって拾ってきたりとかそういうのじゃなくて、うん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 、曲全体を象徴するタイトルつけるのが好きなんですよ、そしてチョコバナナなの、うん、そう、あのおだまちゃんの好きな食べ物がチョコで、私が好きな食べ物バナナで、ちょっとまずいな、曲全体を象徴全体10曲を象徴してる、今私たちの好きなものを詰めたという意味なの、なるほど、私たちの大好物を10曲決めましたと、なるほど、なるほど、素晴らしい、チョコバナナというアルバムが1枚できました、うん、そうなの、ニコニコして2人がチョコバナナを持ってる写真が満載で、かわいいね、はい、うん、発売が今月の26日です、うん、はい、先です、ました、うん、ぜひご予約を、ね、はい、買ってね、うん、買ってね、チョコバナナ、はい、はい、じゃあ曲お願いします、はい、うん、奥様で頑張る人、はい、港の陽子のコーナー、このコーナーは横須賀に住むはすっぱな女の子陽子の小粋な短歌を送ってもらうコーナーです、イエイ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 、楽しいね、今日は一人やね、はい、うん、陽子の短歌をご紹介していきましょう、はい、今日はもうスペシャルでございますよ、うん、告知にやってきた原文奈さんにも告知じゃない遊びに来た、遊びに来ただけ、うん、はい、原文奈城にも頂戴してもらいますかね、うん、いきますよ、うん、まず最初はこちら、うん、京都市はソウルドクターからいただいた陽子の短歌です、うん、今すぐ荷物をまとめて帰んな、ここはね、あんたみたいなお嬢様の来るとこじゃねえんだよ、こういうこと、怖いな、こういうこと、面白い、面白い、例
っと頼むで、そのテンションのまま行ってください。見どころお願いします。はい、ペンネーム、ペンネーム大輝のパパさんからです。これ以上私を怒らせるんじゃないよ。私の導火線はとびっきり短いんだからね。なんでも器用にやる子です。こういうこと、こういうこと、こういうこと。アスミンとはまた違ったハスっぱさがいいよね。そうね、あのなんか幸打ちそうなハスっぱなんだ。昔ちょっとお嬢様だったんだけど、うん、ちょっとグレてきたんだよね、うん、短命っぽいって、ね、いいわ、ね、いいわね、負けたくないし負けてないから。続きましてはこちら、福岡県、あ、福井県は近藤玲希くんからです。泣きたいなら思いっきり泣きな。土にまいた涙の種がいつかあんたの心にでっかい花を咲かせるのさ。長咲かせるんだ、涙なんだ。さあ、ふみなプロお願いします。ふみなプロ喜んでますね。楽しい。普段なかなか出されへんね、ふみなプロのハスパな部分を出していきましょうよ。いきますよ、はい、大阪府のラジオネーム、あやに恋する5秒前さんからです。ありがとう、大好き。あたいの前で嘘をついても無駄だよ。浜の風が全部教えてくれるのさ。渋い。知ってる、すごい読み方を知っている、ね、海を見ている。どんどん行きましょう。浜の風が。京都市はペンネームパシリたちのララバイ、17歳からいただきましょう。ララバイやばい。おっと、逃がさないよ。女の過去を探るなんてあんた意外とケチな野郎だね。でかっ、もちろん。はい、素晴らしい。ラストはプロに締めてもらいましょう。はい、松原市のラジオネームあやさんのトークは最高っすさんからです。ありがとう。明日という字は明るい日って書くんだよ。だから明日って言うんじゃないのかい。わからへん、全く思ってわからへん。ヨーコどうした。ヨーコ、あの、そうね、ヨーコ、あの、フミナちゃんのなんかこうイメージをつなげていくのもありかもしれない。あるね、ね、うん、今日でわかった、なんか、うん、向いてる。アスミンの感じもあるけど、アスミンはまだちょっと若いじゃないですか。フミナちゃんのね、ちょっと年を重ねた感じも。浜の風を見ちゃうみたいな感じね。うん、はい、ありがとうございました。今週もね、素晴らしい。はい、はい、来週もヨーコの短歌をお待ちしております。キーワードは横須賀ハスパです。短歌の続きは郵便番号530-8304 MBS 俺たちやってます。水曜日、港のヨーコのコーナーまでです。以上、港のヨーコのコーナーでした。毎日放送です。山口萌えのコーナー。マーリンブルージュで愛されてたコントで。じゃあ分かったよ、ありがとう。で、このコーナーは神羅万象、世の中に存在するあらゆるものから届いたグッチを紹介するコーナーです。1枚1枚1枚来ております。1枚、はい、もう変わってきたやろ、だんだん、うん、はい、ご紹介しましょう。こちらは羽曳野市の本名 OK 山下正義くん、17歳の彼からいただきましたよ。星ヒューマの愚痴。姉ちゃん、俺の方が泣きてえよ。もうね、1枚ほのぼのしてる、うん、あったかい、なあったかいね、あったかい、うん、あの本名 OK の意気込みにステッカー、うん、貼ってください。はい、さあ、あ、一応募集しましょうか、うん、このコーナーで皆さんからの愚痴を大募集しております。あつつきは郵便番号530-8304 MBS 俺たちやってます。水曜日、山口萌えのコーナーまでです。以上、山口萌えのコーナーでした。さあ、続きましてはこちら、藤本あっこのコーナー。はい、芸能界のね、疑問などをどんどんこの芸能界のドン、藤本あっこさんに切っていってもらおうというコーナーでございます。うん、それでは早速お便りご紹介しましょう。まず最初はこちら、大阪市はこの花区、俺水ネーム無敵王東海帝王さんからいただきましたよ。はい、藤本あっこさんに質問です。うん、渡る世間は鬼ばかりでおなじみの泉ピン子さんは、失恋するとその腹いせに総額3000万円を使って部屋の模様替えをするという某女性誌に書いてありました。このことについてあっこさん、どう思いますか。うん、お願いします。
ピンコちゃんね。三千万の模様が、模様替えかいな。やることがでかいがな。うん、渡る世間に鬼おらんがな。どないなっとんねん。こっちはやれダイエットせいだの、もっと前に出ろだの、笑顔は常に絶やしたらあかんどなど、周りに鬼ばっかりやがな。なんとかしてえな、新井ちゃん。あんたはうちにとって鬼なんか違うんか。はっきりしてよ。もう怖いわ。でもやな、ピンコちゃんがそんだけの額を使って模様替えするっつうのを歪んだらあかんで。それは彼女は頑張ってきた証なのだからね。いやいや、そう言っても3000万はでかいよな。うちが3000万持ってたら何しようかな。ワゴンも欲しいな、自転車も欲しいな。自転車、いや3000万もあるし、やっぱ焼肉やな。しかも有限定の焼肉、譲らない。3000万円分食う、いや食ったる。洗いそうときは止めんなよ。ところで、はい、おい藤井、はい、お前3000万あったら何する？え、僕ですか？そうですね、なんかちょっとお家ね、欲しいななんて。ほう、めぐちゃんは、お家欲しいななんて。奥様梅パラは？私も焼肉が食べたい。奥様大玉は？私は車が欲しいななんて。ほう、原文奈ちゃんは？うーん、貯金する。お、肩よし、全員表出ろ。どつく、3発ずつどつく。っていうかさ、お前ら持っとるやないか。3000万持っとるやないか。何庶民ずらして答えとんねん。使え、ガンガン使え。そしてうちに溺れ。毎日10日と20日は意味なくプレゼント。しょうもないで、なんか自分ら嫌味やわ。正直気分悪い。次のハガキ行って。持ってないわ、3000万も。持ってるでしょ。アドリブやん。アドリブだ。初めてアドリブ出たね。出たわ。持ってませんよ。余裕はもう怖いわ。なんで毎月10日と20日あんなにプレゼント。プレゼント。わからんわ。素敵。今日も飛ばしてるわね。素敵ね。うん、次、和歌山県ペンネーム、ポマード大木くんからです。久しぶりですね。先日ジャニーズジュニアのコンサートを見に行ったら、はい、みんながみんな裸にジャケットを羽織っていました、うん、なんでかな、アッコさん。うん、うん、任しとけ。お、はい。ほんまいっつも裸にジャケットやな、ジャニーズジュニアは。まあな、ジャニーズジュニアは、はい、まあなんでや言うたら2つ理由があるわけや。1つはもちろんセクシーに見えるため。もうあのジャケットの隙間から見える汗ばんだ体はワンフンはクラッと着よるわけだ。それとだ、二つ目は早く着替えれる。コンサートは曲変わるけど衣装も次々変えなあかんわけや、うん、それやのに何枚も着とったら時間かかってしゃあないがな。なるほどね。そういうところやろ。なるほど。しかしジャニーズは昔から裸にジャケットが伝統やったからね。トシちゃん、マッチ、少年隊、知ってるの、光源氏、みんな裸にジャケット着てましたわ。まあこれはええねん。ええんかい。おるやろ、裸足にサンダルのやつ。これがあかん。グイングイン。裸足にサンダルって普通やけど、お前がそうするのは許さん。そやろがい、構図。今日も MBS の廊下をペタペタ言わしとったの。お、今日はお前に一言言うたら言うたりたい、言うゲストの方が来てくれとんねん。紹介しましょう。セーラームーン姉さん。やっと紹介かよ、アッコ。お前前振り投げよ。なんかいいな、この二人。すんまへん姉さん。お前にこのコーナー任してんだからさ、ちゃっちゃとしきれや。ありがとうございます、姉さん。セーラームーン偉いだ。しかし俺がいなくなった俺水も随分跳ねてきたんじゃねえの。俺はアッコの活躍がでけえと思うけどな。いや、姉さんのおかげさ。いや、跳ねてんのはお前の力だよ。決してコースのおかげなんて思うなよ。いや、それは思ってまへん。あいつ姉さんともやり合ってはったんでしょ。どないでしたん？コースはどうしようもねえよ。あいつはダメだ。何回も何回も俺が言ったけど治らねえ。バカだよ、バカ。やっぱりそうですねんや。うちもね、何回も言ったんですよ。帰れとか。土生まれとか。でもあんまへんねん。でも今日は気分がいいよ、アッコと会えてさ。ありがとうございます。アッコ、この後時間あんのかよ。あります。ほんじゃ飲みに行くか。いいっすね。よっしゃ、今日は
構造魚に朝まで飲むぞこの野郎。行きますか姉さん。うわすごい、なんかものすごい学芸会ね。どんな猿芝居。はあ、びっくりした。仲いいらしい。来ましたね。セーラームーンのが偉いってこと初めて知りました。セーラームーン姉さんやったんや。姉さんだったんだ。あ、芸能界のどうもかなわないんだね。皆すごかったね。もう今日飛ばしてましたね。久しぶりに来た思ったらものすごいこと言ってましたよ。ねえ、はあ、バカとか言ってましたね。言ってましたね。言ってましたね。ねえ、ムラちゃんが言ったんじゃない？そうそう、セーラームーンが言った。あ、そっかそっかそっか。そう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 。いや、毎回毎回ね、本当に手をかえ品をかえ、まあ本当によく、まあありがとうございます。はい、これまたやってほしいわ。ねえ、VS じゃないからね。うん。ウィズですからね。そう、タグ組んでますからね。はい、いいですね。お見事でございました。素晴らしい。はい。記念日だわ今日。すいません。アコさん。アコさんなんですけど。言わんでよそんなの。離れたとかよ。違う、離れた。離れたんですよ。前離れたじゃない。離れた。おっさんやん。頼むね。ということで。はい。ありがとうございました。はい、どんどんね、アッコさんに物申すことありましたら言ってください。うん、そしてあれですよ。ああ、そう。なんかね、ふみなちゃんじゃなく、セーラームーンがどうしても言えって言ったことがあるらしい。なんか、セーラームーンから頼まれてきたんですけど、ね、みんなにお土産が。あ、もう優しい。もうこんな番組終了前。はい、うわ来た、すごい来たね。食べれないけど。食べられないけど、まあね、まあまあちょっと、まあちょっと見てちょうだい、まあちょっと見てちょうだい。しかもね、なんだろう、キングレコード。そうそうそう、トクちゃんなんかした。キングレコードからね、出るの。お土産やろ。そうそう、今日発売。今日発売のね、D スプラッシュっていう、あら、梅原、これなんていうタイトル。D スプラッシュ、ね、そう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 、ね、だよね。D スプラッシュっていうね、はい、まあビデオ DVD が発売になったんですよ、実は。これはどこ行ったんですか。これはね、イタリアに。あら、いいな。いいですね。行っちゃった、イタリアに。ご飯美味しかった。もうめちゃくちゃ美味しかった。全部美味しかった。何日かけたんですかこれ。ね、5日6日ぐらい。あ、結構行ったね。はい、結構行って、すごく楽しかったんですけど、まあ発売したということで、まあ例のごとく、トークショーあった。やっちゃったやっちゃった。あら、トークショーがね、あるんですよ。はい、9月15日の土曜日なんですけど、HMV 阿部野で14時から、そして HMV 三宮で18時から、トークショーを、そう、握手会をね、やるんですよ。なので、まあ、時間がある方はぜひぜひ来てほしいなぁとね。はい、でしょ、思います。いや、こんな素敵なお土産いただいてね。告知じゃないんですよね。そうそう、お土産。お土産よね。そうそう、お土産、お土産。そうそうそう、ディスプラッシュ。ディスプラッシュ。ディスプラッシュ。もう、もうインプットされます。今日発売。そうそう、今日発売です。いやー、すごいですよ。これどんなショットが入ってるんですか。これはですね、もう放送じゃ言えません。放送じゃ言われるの。 DVD？ あら、ちょっとアンニュイにビーチでうたたれ、カフェでお茶目にティータイム、レモン農園でお散歩、一人歩く、ちょっとね、大人な感じ、イスキア島の夕暮れ。あら、でもセクシー水着ショットに興味津々。あ、興味津々の本音トークもあるらしいですよ。本音トーク、すごいなぁ。ふみなちゃんの本音はほんまにすごいですよ。見とかないと。ほんまに本音ですから。確かめないと。はい。ね。そうそう、ぜひぜひ今日発売出したので、キングレコードさんから原文の D スプラッシュ、はい、DVD ビデオ同時発売ということですね。すごいな、もう HMV の三宮の阿部野と三宮でいいですね。ぜひぜひ、はい、ぜひぜひください。結局告知よね。なんかそんな気もしないで。違いますよ。お土産、お土産、お土産です。頂戴しましょう。はい、ありがとうございました。俺たちやってます。さて、告知じゃないんですけど、はじめさんからもありましてですね、先週ちょっと言ったんですけど、カウボーイビバップっていうアニメーション映画がですね、9月1日に封切りになったんですけども、いい女役でしょ。いい女やってんです、この私が。ね、もうオスなんて言わせないわよ、みんなね。
でですね、これすごいんだよ、あのミッキーカーチスさんとかね、芝地レンジさんとかも出てたりしてね、渋いよね。もうマジでね、なんだろう、飛行機っていうの、そういうののこうチェイスみたいなところとか、スターウォーズを超えたのではと言われるぐらいの、はい、こう映像美があり、もう酔っちゃうかもしれない、酔い止め持っていきなっていうぐらいすごいのね。でそれ本当ぜひ皆さん見ていただきたいんですが、はい、一応 これはねプレスシートって言いまして、はい、試写会とか行った人しかもらえないんですけど、なるほど、パンフレットじゃないね、パンフレットじゃないのね、はい、でそれとですね、あのチケットセットにして5名様にプレゼントします。ありがとうございます。ですけど、うん、これはぜひね、一人で行ってほしい。なるほどね。そういう映画。大人の映画、ね、うん。なので、5名様プレゼントしますので、はい、いつもの宛先で、ビバップ係で送っていただきたいなと。お願いします。郵便番号 530-8304、MBS 俺たちやってます、水曜日、カーボーイビバップ係と書いてください。お願いします。はい。でした。はい。ですです。はい。というわけで、続きましょうか。パックツアー最高、はい、うん、いっぱい来てます。お迎えしてのパックスは最高でございます。ちょっとね、パルナス情報がいっぱい来たんですよね。なになになに、ね、嬉しいね、早いね。こちらは大阪府東大阪市のラジオネーム桜を夢見る肉さんからですよ。皆さんさっきパルナスの話をしていましたよね。してました、うん。パルナスの知っていることを全て言ってしまうと、パルナスは前に潰れてしまって今はないそうです。ちなみに、私のお母さんが言うには大阪以外では見たことがないそうです。皆さんそれでは体に気をつけて頑張ってくださいって。今ないんですね。ほんでね、僕パルナスの歌さっき思い出さなかったんですけども、うん、パルナスの歌の歌詞を書いてくれた子がいます。尼、はい、崎市はラジオネームギザジュウさんからです。ぐっと噛み締めてごらん。ママの温かい心がお口の中に染み通るよ。パルナス、甘いお菓子のお国の頼り、おとぎの国のロシアの夢のおそりが運んでくれたパルナス、パルナス、モスクワの味、パルナス、パルナス、パルナっていうか、それ正しいの？ちょっとね、途中忘れた。CM があったんですよね、これ。ずいぶん寂しい歌に聞こえたわ、今。すんごい寂しいんですよ、ほんまに。そうなんだ。うん。なんかあの映像がね、なんてあのモスクみたいな、なんかこう、なんて言うんでしたっけ、こういう、あのロシアのこういうさ、あの宮殿のさ、モスクモスクっていうの映像の中で、はい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 、あったんですよね。聞きたいわ。あら、残念ですね。はい、あとね、ふみなちゃんに来てますよ。はい、こちらはですね、ふみな、大阪市はふみなちゃん、まあええんとちゃいまっか、あ、まあええんとちゃいまっか、参加いただきました。はい、ふみなちゃん、はい、ディースプラッシュ見ました。ありがとうございます。早い早いね。そうか、今日発売で今日ファックスだもんね。そう、イタリアでフミーナ、イタリア風にね、フミーナさん楽しそうでしたねと。はい、フミナちゃんのビデオの中で一番おしゃれでよかっ、かっこよかったですと。ありがとうございます。うん、次は、恐怖学園の宣伝に来てくださいね。PS、 フミナちゃんが似ているのは女優の秋元由紀さんですということで。え、何これ、なんか告知の匂い、恐怖学園。何あのね、うん、でもこれね、大阪の方でね、うん、やればいいんですけど、まだちょっと東京の方しか決まってないんですけど。もう告知スタートね、今。9月のね、29日に、うん、恐怖学園っていう映画がね、うん、あの始まるんですけど。ほら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 、うん、テアトル池袋、東京の方なんですけど、うん、うん、やるので、うん、ね、あの大阪の方もね、行けたらいいんですけど。うん、それはあれ、あの、DVD とか映画とかに、あ、ビデオとかにもなるよね、きっとね。なるんだろうなぁ。なったらいいなぁ。キョトンとした顔で。これラジオなのに。人はね、うん、本当に。表情豊かで。恐怖学園。はい。10月。9月29日から。929。929。はい。月末ですね。またそのあたりに来るんじゃない、うん、ひょっとしたらね。そうね。遊びに来てくるんじゃない、まあ、それが DVD になる頃にね。まああ、そうね。うん、それが硬いわね、うん、はい。どんどん来ておりますよ。これお便りなんですが、奈良市はペンネームあやちゃん、毛はみ出てるよ。うんこピチピチ書いていただきました。うるさい。うるさい。うっさ。でもありがとう。でもありがとう。大慌て。でもありがとう。あやちゃん、たかし、奥様、父なし、こんばんは。こんばんは。出入り禁止だぞ。うん、奥様的にはサザンフィッシュでおなじみの原ふみなちゃんが雑誌でレースクイーンや忍者のコスプレをやっていたんですが、うん、あの女なんかまたまた色っぽくセクシーになりやがって、とても似合っていていい感じでした。皆さんはこんなコスプレをやってみたいってありますか？ですって。コスプレ、何これやったんですか、あなた。やりましたね。おう、はい、レースクイーン、レースクイーンだの忍者だの、おう、ぴったり。うん、自分的に。あとどんなやったの？あとね、うん、なんかビアガーデンのウェイトレスさんとか、うん、バトガールみたいなやつかな、何やろ。うん、あの
上が水着で下短パン。へえ、うん、自分的には楽しかった。楽しかった。コスプレ好きなの。いや別に好きってこう言うんじゃないんですけど、うん、これもだって忍者がすごかった。どんな忍者。くのいちってことでしょ。そう、素肌に全身網タイツで、うん、素肌に、素肌に全身網タイツで、その上からこうなんか胸とこうパンツのところのなんか黒いの履いたんですよ。うん、あ、先にその編みたやつを履いてくる。そう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 。やるわねあなた。やるわね。それはあのおっさんの趣味なわけ？もうそれも含めつつ。含めつつね。うん、あれやんね、ほんまあのなんかこう鉄でできたその刀を切られても大丈夫っていうやつの代わりに編みたやつを着てということできっとね。そうなんかな。すごいですね。あやちゃんコスプレとかは？いやー。やったことある？ありますよ。何やったことあるの？ウェイトレスみたいな。トロピカルウェイトレス、うん、何トロピカルウェイトレスって知らない南の島のウェイトレスはこうなんじゃないみたいな。こうなんじゃない。トロピカルウェイトレスと、うん、チャイナと、うん、チャイナかわいいね、うん、警官みたいな。あ、そう。でも私はサンタがしたい、うん、サンタがしたいね。サンタサンタはスカート、うん、ズボン、ズボン、あ、ズボンなんだ。え、なんか毎回言ってるんですけど、うん、サンタになりたいなりたいなりたいよ。あのおっちゃんに言うときいいな。そうです。それかふみなちゃんのおっちゃんに言うとくかな。サンタになりたい違う角度だ。ほらもうすぐガッツポーズ。なんでやねん。なんで違う事務所。すごい仕事の取り方やねん。すごいです。はい、まだまだ来てますよ、はい。こちら和歌山市ペンネームビッグバンさんからです。オレスの皆さん、ゲストのふみなちゃん、こんばんは。こんばんは。ゲストのふみなちゃんに質問です。はい。ふみなちゃんが出ている雑誌やテレビを見ているとかなりの酒好きであるように感じられるのですが、はい、なんでですかね。実際はどうなのでしょうか。また酔っ払うとどのようになるんですか。ちなみに以前林原さんは殴り上手、玉尾さんは笑い上手と答えていましたよ。うーん、何、あなたは何、お酒飲んだ時のエピソードみたいな話してんの。いや別にそんなに。最近初めて飲みに行きましたとか。いや二十歳になったんで、うん、いやあの酒を飲みましたとかいうのは結構いろんなとこで言ってるんですけど、うん、そんなめちゃくちゃな飲んだくれてるわけじゃないですよ、ね、なんかねお誕生日にもね、うん、みんなお酒送ってきてくれるんですよ。やっと解禁言うて。そう、嬉しいんですけどね。うん、あ、嬉しい。嬉しいね。聞き逃しそうだったけど、ね、嬉しいですけどね。嬉しいんですけどね。うん、うん、どうなるの酔っ払ったら。いや別にどうにもこのままですね。あ、このまま、はい、このままですか。どうですね。でも何が好き。ワインとか日本酒。何でも好き。あ、そこだな。あ、そこ聞いちゃうと、もう飲める人だって思っちゃうんだな。コメントなんですよ。何でも好き。何でも好き。洋酒も OK。 洋酒、ブランデーとかも、うん、あ、ちょっと飲んだことある。ちょっと飲んだことあるだ。ガム飲みしてんじゃねえの。なんで。そっか、はい、3人まだだもんね。まだですね。奥様な、早く飲めるようになったやのにな。うん、でも友達とかで飲んでる子とかは時々おったりするけど、うん、あれやろ、あの年上の友達な、うん、そうそう、うん、先輩とかね。そうそうなんですよ、うん、羨ましい。そう、でも早く一緒に行きたいと思うよな。うん、ねえ、だよね。じゃあ次ファックス紹介しましょうか。京都市はこちらはルーさんですね、はい、林原さん大好きネームルーさんからいただきましたよ。オレスイメンバーの皆さんとふみなちゃん、こんばんみ。こんばんみ。ちょっと相談があるので聞いてくださいと。これ11歳の、うん、11歳ね、11歳の、そこまでありがとうね。はい、私には好きな人がいるのですが、その彼は前の彼女のことがまだ好きみたいなんです。え、もう空の上の方なのですが、空の上の方なのですが、うんうんうん、告白するべきでしょうか、それとももう少し様子を見るべきでしょうか、皆さんならどうしますか、アドバイスください、お願いしますって。っていう読み方もどうかと思って。11歳ですよあなた。11歳、うん、小学校1年生、ね、え、いや小学校1年生、ね、中学1年になってないぐらい。5年とか、5年とか12歳とか6年とか、その辺よ。11歳ですよ。いいね、若くて。彼、え、あんたも若いです彼、何、これはあれ何なんですか。告白するじゃないですか、うん、何、どうするんですか。そしたら一緒に宿題やったりとか、うん、あ、いやー、ちょっとそれ甘く見せけないですか。最近の登下校を一緒にするとか、うん、いやいやいや、そんなもん、うん、最近の11歳はみんなもん、そうそう、どうや、え、あやちゃんもっと低い声で参加で、そうそうなんで、いいのそれ。ルーちゃん、うん、どうなんでしょうね。どうなんでしょう、どう、これは告白すべきですか。うん、え、
もう一回関係を言って前の、うん、その彼はね、うん、前の彼女のことがまだ好きみたいだと、うん、なんか今はその人のこととはうまくいってないとかそういうのじゃない。そうだね、うん、彼女がいたんだ。早い。どう思うだま。私が小学校の時ただのデブでしたよ。私何の取り柄もないデブだったんですよね。あらら、ね、まあ、ね、ね、俺パラこれ付き合うとかいう話はないですよね。ねえ、うん、どうなんや。でも私の学校の子、うん、校で、うん、小学校の時付き合ってて、そのまま結婚した子いるよ、うん、いるいる。その人ら小学校で付き合ってどんなことすんの。わかんない。でもなんか大人っぽかったけど。へえ、すごい。なんか何々ちゃんと誰は付き合ってんだぜ、ヒューヒューとかあるじゃん、そういうの。それはあるでしょ別に。ヒューヒューヒュー、そんなことないよみたいなのの、うん、なんかこう小学生ながらにしても、こう茶化せない雰囲気っていうのがあったの、その二人は。へえ。とかって。でその男の子はすごいね、バレンタインとかやっぱチョコもらってたけどね。モテる子や。それで結局その子たち卒業していろいろあって、うん、その子たちはその子たちでいろいろあったんだけど、うん、別にすぐそのままずーっと人、うん、その子たちだけ付き合ってたわけじゃなくて、なんかで再会したのかな。それで結婚したって。すごい。うん、いいね、うん、ちょっとそんな憧れんねや。憧れる。でもちょっとね、うん、ちょっと不良っぽい感じの子だったけどね、二人とも、うん、ぽい感じ、そうよ、二人いる。生意気ね。いるさね。じゃあ生意気かどうかはともかくどうするべきなの。どうする、これ誰が答えてあげるのよ。答えてあげなさいよ、みんなプロ。言うだけ言ってみたら。ちょっとすっぱ。だけ言ってみたら。だってなんか言わないでうじうじしてるより、うん、ねえ、ね、言ってすっきりっていうかした方がいい。ひょっとしたらうまくいくかもしれないもん。そうよね、だって彼女がおるわけでもないんですね、うん、そうそうそう、うん、どう恋に恋するその梅パラ的にはどうなの。そうですね、お姉さんやねんか、ちょっとアドバイスしてあげなさいよ。あなたとりあえずとりあえず、うん、向こうが自分について、うん、あんま知らないようだったら、うん、知らない、自分にが例えば影から見守る存在というか空の上の人って書いてるじゃないですか。あ、まあね、うん、だからこう結構向こうはこっちのことあんまり知らないとか、うん、性格とか、うん、まあ喋ったことないなら、うん、結構もう向こうもいきなり来られるとって感じかなと思うので、うん、結構いろんな自分を知ってもらうっていうのは、なんか素晴らしい。ナイスアドバイス。お見事よ。こういう存在なら。誰か友達、間に入る友達とか見つけて、うん、もうちょっと近づけと。そうですね。なるほどね。そこからだと。やっぱ女の子がいっぱいいる番組ってすごいですね。こういうのをズバッと解決できるんですね。そうかも ね、ここにこと喋ってても全然ラチ開かないです。そうしないな。すごいわね。はい、ステッカーあげるから貼ってちょうだい。うん、待ってね、はい。あとはね、ちょっと普通のお話ね。うん、こちらは、大阪府八尾市のペンネーム、わたかしパンチからです。はい。おレスの皆さん、こんばんは。こんばんは。林原さんは夏休みに沖縄の名護市に行ってきたそうですね。うん。僕も、8月の21日から8月の23日まで行ってきました。うん、僕はこれが初めての沖縄旅行でした。おレスの皆さんは、沖縄何回くらい行きましたか。あららら、普通な、うん、沖縄何回ぐらい、うん、私初めてだった、うん、沖縄。あ、僕も、僕2回行った。あ、1回か。うん、あいちゃんは5回ぐらいかな。いいな、多いな。撮影って多い沖縄。多い。うん、秋と春が沖縄が多い。あ、そう、うん、グアム、サイパン、沖縄って多そうだよね。海綺麗やから。奥様はないんですよ。ないの、行きたいね。みんなプロは？みんな2回。あ、行ってるね。うん、グラビアで？グラビアで。行ってるね。どっかにも行きたいですね。ねえ。でも食べ物がね、本当に美味しい。うん、で、長生きするとこだなって感じするよ。うん、食べ物見ててもそうですよね。うん、環境見ててもね。泡盛って血栓とか溶かすんだってよ。血栓って何？血栓ってほら、なんだ、ほら何、動脈硬化とか。おお。だからアルコールだけど体にいいと。まあもちろん量にもよるけど。気をつけて行ってきてくださいっていうのもんですよね。そうですね、楽しんで行ってきたんか。行ってきたのか。そうや、そうか、8月に行ったんだもんね。そうね、うん、私もうすぐ行くよ。お、いいね、いいよ。あれ買ってきてよ、あれ。あれね、あれよ。オッケー、頼むよ。オッケー、すごいよ、わからん。そうだ、でも本当痛いぐらいの日差しだった、うん。あ、そう、UV はしっかりするように、あやちゃんね、お願いします、うん、さあ、というわけでお送りしてきましたが、今日はね、ふみなプロが入って、そうです、本当にまざまざと、うん、見せつけられましたよ。はい、うん、またふみなプロ、え、楽しかった。楽しかった。うん、来週も来たい。当然そうよね、発売されて1週間経ちましたが言うて来てくれる。そしてタイトルは梅パラ
ディースプラッシュ覚えてるね覚えてますね今日発売のディースプラッシュ、ぜひ明日お買い求めくださいということで、ふみらぽん本当にありがとうございました。ありがとうございました。お相手は私藤井隆と林原めぐみと藤本彩と奥様小玉と梅原と原文奈でした。ありがとうございました、うん、マジッシュのシャンプーハットとレアールにオープニングの曲発注したけど作ってくれたんかな、楽しみでございます。この後聞きますよ、シャンプーハットお願いしますよ。フライデーナイター中継が伸びましたので、この後の番組は放送時間を変更してお送りします。引き続き MBS ラジオをお楽しみください。ウェンズデイ今日も楽しい藤井残っている。フライデーまだちょっと藤井が残ってる。サタデーまだまだ遠い藤井。藤井もマナーを守りましょう。眠れぬ夜は藤井隆、笑顔のわけは藤井隆、いつまで続くの藤井のいじり。好きな歌はなんだかんだ、俺はどんな時も寂しい。ジュースデイあと一息、フジ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 高しい。お土産はフジでいいよ。とったよ、眠れぬ夜はフジ、笑顔のわけはフジ、いつまで続くのフジの意地に。好きな歌はなんだかロード。はい、ということで始まりました、はい、AM は始まりでマジっすよ。今回は藤井バージョンで始まったということでね、本当にいい感じ。できた、歌ちょっと不愉快な歌ですけど一応2曲目なんで ね、あのこっちも不愉快ですあれ藤井さん、あら、なんですか、はい、すいません、はい、藤井です。あ、どうもこんにちは、はい、あのね、はい、前半ちょっとね聞いてなかったんですけど、はい、こういうのじゃない。え、発注したのはこういうのじゃない。違います。とりあえず藤井立て時計みたいな、で立ち切れてへんかったし、なんか何なのこれまずなんか荒くたいのよね、荒くてた感じがすんのよね。あ、そうですか。なんかめちゃ怒ってあるの。何なのよあなた、これ。いや、余韻とかを全部藤井に変えただけなの。そうやろ、はい、答え出とるからそっちで。めんどくさかったんでこれで。待て待て、おいめんどくさ言うな。気に入らないですか。気に入らないですか。めんどくさい言うた後にキリないですか、言われても。あなたたち何を言ってるのか全く分かんないですけどね。自由ね。ちょっと勘弁してくださいよ。そうですか。なんかもっとね、なんかこう耳障りのいいね、はい、もう2、3週経ってるからぶっちゃけて言いますけど、ウェンズデーとかが気持ち悪いのよ。あ、それはないっすか。そっちが気持ち悪かったんすか。C がどうのこうのじゃなかったの。あ、藤井っていうの入れてほしいんじゃなかったんすか。違う違う、そんなどういうことじゃない。焼き餅焼いてんのかなと思ったら、モノに入れるんじゃなくて匂わしてほしかったんで。あ、これ藤井さんちゃうかっていう。違う。最後のフレーズ聞きました、藤井さん。お土産は藤井でいいよ、お父さんですよ。最高ですよ。ものすごい、あのレアールが歌い上げとったやろ。お土産は言うとったやろ。びっくりしたわ、レアール。歌うまいの分かったわ。ちょっとレアール。お前。レアールです。ちょっと。何がダメですかね。いや、なんかね。はい、こうじゃないのよね。その、うまくね、まとえたことを言われへんねんけども、こうじゃないってことだけは分かってんのよ。下の名前の方が良かったですか。違う違う、レアル。でも、タカシだよ、レアル。あ、タカシの方が良かった。違うよ、もう、カナンは。え、何、なんか途中でね、なんか、いつまでいじんねんみたいなこと言ってたじゃないですか。はい。あの、こっちの差し加減一つやねんけども、あの、なんていうの、
3時間で1つで、こっちはそっちの3時間で1つでいろいろ動いてるんじゃないですか。ほんま5分前にあんたいじるんやで、いじるさっき言うとかな、こっちは5分前にいろいろ動いとんねん、ほんまに。いやそれが嬉しいんですけどね。こちらもです。あれですわ、じゃあ、はい、なんか今度は、はい、ちゃんと僕もお題考えときますから。あ、ほんまですか。じゃあっていうか、そっか、そんなかっぷりかね。いや、とりあえずじゃあ来週は来週で僕らなりに考えたオープニングでまた行きますわ。あ、マジで。じゃあ、僕らは僕らで、はい、エンディングのコーナーで、はい、ちょっとじゃあコーナー作るから、はい、ますか。うん、いや嬉しい、嬉しいな。それっぽいなんか歌をちょっと歌うわ、じゃあ。あ、お願いします。はい、マジっすよに送る歌っていうの。あ、ほんでそっから僕らはその綺麗に繋がるね。答えよ、ええ感じのね。知らない。マジっすに、マジっすよにもうバトンを渡す。あ、歌でバトンを渡す。ありがとう。かっこいいですね。こちらも歌で返しますんで。マジで。はい、はい、じゃあ来週の晩耳でお会いしましょう。耳のごちそうさん。はい、ありがとうございます。ごめんね、林原さんと飲みに約束してから終わってます。あ、そうですか。ごめんなさい。ありがとうございます。お疲れ様です。はい、ということで。なんか知らんけど機嫌悪かったな。おかしいですね。何がやろう。完璧な藤井バージョンと思ってね。はい。もしもいい感じに始まりましたけれども。はい、ね。